皆さんこんにちは。まず怖いほど当たるツイン霊鑑定についてご紹介していきます。私だけでなくたくさんのツイン霊を出会わせ復縁まで導いている凄腕占い師が多数在籍する電話占いです。最近は占いも多くありますが、私が紹介する電話占いは業界屈指の厳しい審査を行っており、本当に人気実力ともにある先生しか在籍することができません。でも本格的な占いが初めての方は不安になりますよね。そんな方のために初回キャンペーンとして、私の概要欄にあるリンクから入ると特別20分無料や3000円分無料など多くの特典を用意していただきました。本物のツイン霊と結ばれたい方は、ぜひ信頼できるプロの方に頼ってみてください。50歳、それは人生の折り返し地点。長い道のりを歩んできたあなたには様々な経験、そしてたくさんの苦労があったかもしれません。でも大丈夫。あなたの今までの苦労は決して無駄ではありません。むしろこれからの人生を豊かにするための貴重な糧となるでしょう。仏教の教えには、人生の後半を輝かせるためのヒントがたくさん詰まっているのです。今回はブッダの教えを参考に、苦労が報われて人生開花する方法を7つご紹介いたします。ぜひ最後まで見て、あなたもこれからの人生を笑顔で、そして心豊かに生きていくためのヒントを見つけてくださいね。1、ニンニクニンニク忍耐の力。人生は思い通りにいかないことの方が多いもの。時には理不尽なことに遭遇したり、不当な扱いを受けたり、怒りや不満を感じることもあるでしょう。しかし、そんな時こそ忍耐の力が必要になります。仏教において、ニンニクとは困難に耐え怒りを抑えることを意味します。怒りに任せて行動すると、自分自身の評価が下がり、周囲との関係を壊してしまいます。逆に怒りを抑えられる人は運命を良い方向に導きます。特にもう我慢できないと思う瞬間こそが、ニンニクを実践する大切なタイミングです。そうした時にこそ、ここだなと自分に言い聞かせてみましょう。ブッダは、忍耐は最も優れた苦行であると説いています。忍耐は苦しいものです。しかし忍耐することで、私たちは心を鍛えることができます。ニンニクはただ怒りを抑えるだけでなく、どれほど理不尽な状況でも冷静でいられる心の強さを育みます。この忍耐の積み重ねが、やがて幸せの花を咲かせるのです。それはまるで冬の寒さに耐え、春に美しい花を咲かせる梅の花のようです。2、精進継続する努力。何事も一朝一夕に達成できるわけではありません。目標を達成するためには、地道な努力をコツコツと積み重ねていくことが必要です。しかし時には、もうこれ以上頑張れない、努力しても無駄なのではないかと心が折れそうになることもあるでしょう。精進とは日々の努力を続けることです。仏教では、どんな努力も無駄にはならず、必ず実を結ぶと説かれています。しかし努力の結果がすぐに現れるとは限りません。ある人の成果が1年で現れる一方、別の人は10年かかるかもしれません。だからこそ、成果が出ない時こそ、ここだなと思い、さらに一歩踏み出すことが大切です。ブッダは、滴り落ちる水滴も長い年月をかけて、固い岩をも穿つ
と説いています。どんなに小さな努力でも積み重ねていけば大きな成果につながるのです。恐ろしやたゆまぬ歩み、カタツムリという詩に象徴されるように、どれだけゆっくりであっても続けることで確実に目標へと到達できます。努力が報われないと感じたとき、ここだなと心に刻んで、もう一度挑戦してみましょう。諦めなければ、必ず、道は開けるのです。3. 伏せ親切と与える心。50代になると、経済的にも、精神的にも、余裕が出てくる人が、多くなります。そして、その余裕を、周りの人々のために、使うことができるようになるのです。伏せとは、他者に対して親切心を持ち、何かを与えることです。困っている人に手を差し伸べる行為や、見返りを求めずに、人のために尽くすことが、仏教における伏せの実践です。伏せを行うことで、人間関係が豊かになり、巡り巡って自分にも、幸せが訪れるとされています。ブッダは、与えることは、受けることよりも、幸いである、と説いています。伏せもまた、続けていくことが大切です。最初は、相手から何の反応も、得られないかもしれませんが、やがてその行いが、良い結果を生み出します。ここだな、と思った瞬間に、小さな親切を惜しまないことで、あなたの人生にも、新たな喜びが広がります。4. 少年今、この瞬間に集中する、過去は、もう過ぎ去ったものです。未来はまだ、来ていないものです。私たちが、コントロールできるのは、今、この瞬間、だけです。少年とは、今この瞬間に、心を向けることです。過去の後悔や未来の不安にとらわれず、今を意識することで、冷静な判断ができ、充実した人生を送れます。ブッダは、過去にとらわれるな、未来を夢見るな、過去はすでに過ぎ去り、未来はまだ到来していない。ただ、現在におけることに、心を集中せよ、と説いています。日常の中で、呼吸や行動に意識を向け、ここだな、と思った瞬間に、集中力を高める練習を重ねましょう。心の雑念を取り払い、一歩一歩を大切にすることで、幸せを実感できるようになります。5. 慈悲他者への思いやり。慈悲とは、他者の苦しみを理解し、その痛みを和らげようとする心です。苦しむ人を見て、心が痛むなら、それは慈悲の心が芽生えている証です。慈悲の心は、仏教の最も大切な教えの一つです。仏教では、自分と他者の幸福は切り離せないと考えます。人に寄り添う言葉や行動を選ぶことで、自分の心も穏やかになり、人生が豊かになります。ブッダは、汝の敵を愛せよ、と説いています。敵対する人に対しても、慈悲の心を持つことが大切なのです。6. 不法逸怠け心からの解放。50代になると、体力や気力が衰え、もう、いいかと、諦めてしまいたくなることも、あるかもしれません。しかし、ブッダは、怠惰は苦しみの原因である、と説いています。不法逸とは、怠けることなく自分を律する、という意味です。何かを後回しにする癖がつくと、時間が経つにつれて、心の負担が増します。すぐに行動する習慣を持つことで、後悔を減らし、達成感を得られるようになります。不法逸の実践は、あなたを怠惰から解放し、充実した日々を生み出します。だな。縁起すべてのものはつながっている。仏教の根本的な教えである縁起とは、この世界のすべてが、相互に、関わり合っていることを示します。今、あなたが行う小さな行動も、必ず周囲に影響を与え、
未来の運命を形作ります。私たちは一人では生きていけません。すべての人々が支え合って生きているのです。困難な時ほど自分の行いが周囲とのつながりにどう影響するかを意識しましょう。良い行いが巡り巡ってあなた自身の幸福へと帰ってきます。それはあなたの行いは周りの人々に影響を与え、そしてその影響は巡り巡ってあなた自身に帰ってくるのです。今回はブッダの教えを参考に、50歳から今までの苦労が報われて人生開花する方法を7つご紹介いたしました。あなたはいくつ当てはまりましたか？50歳は人生の折り返し地点。しかしそれは終わりではありません。むしろ新たな始まりの時です。これからの人生をどのように生きていくのか、それはあなた次第です。ブッダの教えは私たちに、人生は苦しみであると教えています。しかし同時に苦しみから解放される道も教えてくれています。この動画があなたの人生をより一層豊かなものにするためのヒントになれば幸いです。チャンネル登録&高評価をお願いします。